野です。とりあえずね、ボタンを押したということなんですけども、そうですね、まあ、明日からですね、城崎っていうところにね、今回行くことになったんですけども、これもあの135度、千賀和樹さんという方の135度の割り出しの旅の一環になるんですけど、今回はですね、この8月の、時に2016年の8月に、北西方面20キロ以上遠いところに行けばいいというようなものが出てたんですね。なので、まあ、滋賀県っていうところから北西ということになると、滋賀県っていうね、場所自体がよくわからないという方結構いらっしゃるんですよ。で、滋賀県ってどこですかって、滋賀県そんなありましたっけっていうような、あの非常にマイナーな県なんですけども、京都っていうとこが、まあ、京都は誰でも多分知ってると思うんですけど、京都の、向かって右隣っていう言うと分かりやすいかなと思うんですけど、京都の、向かって右隣です。そこが滋賀県ですので、まあ、ぜひ、知名度低いですけども覚えていただきたいなと思います。そしてあの滋賀県っていうのは琵琶湖がね、やっぱ一番の取り柄というか、まあ、それしかないというのもあるんですけども、琵琶湖、日本一大きな湖があるというのが唯一自慢できるところかなと思うんですよね。で、もう一つ、あ、そうです、つい最近あの非常に面白いなと感じたのが、その鯖寿司っていうのが実は名産であるんですよ。滋賀県の鯖寿司で、これがあのむちゃむちゃ酸っぱいというのか、わーっていう顔をしかめるような酸っぱさなんですね、鯖寿司で。僕は意外にあの美味しいなと思って、お酒の多分好きな人なんかはお酒のつまみにすごく合うんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その鯖寿司、まあ、発酵食品ですよね。で、この鯖寿司の発酵を、作っている、発酵させているその乳酸菌っていうんですかね、その乳酸菌っていうのが実はすごくですね、力を持ってるっていうのが分かってきて、で、それの、鯖寿司の乳酸菌を使って、ヨーグルト、動物性じゃない植物性のヨーグルトを作っているメーカーさんが滋賀県の、ところにいらっしゃって、この前来ていただいて、まあ、いろいろ商品説明聞いてたんですけど、まあ、そういうね、すごいあのものもあるんですよね。だから鯖寿司っていうのも今あの見直されてきてるっていうのがあるんですよね、発酵食品っていうことで。で、話がですね、ちょっとだいぶ全然違う方向に行ってしまったんですけども、滋賀県から、北西方向ですよね、その話をしてたんですね。滋賀県から北西方向っていうと、北西ですから、まあ、向かって左上の方ですよね、左上の方にあるんですけれども、そっちの方に行けという指示が、まあ、出てたわけです。で、どこにしようかなっていうのもあったんですけども、あの一つは、この神社ってあるんですけど、京都の北西の方に天の橋立っていうのがあって、その天の橋立の根元にこの神社っていうのがあるんですね。で、この神社っていうのがまたすごい神社で、まあ、あの本当に日本の、根幹部分を成す神社じゃないかなと思うんですけども、そこにはちょこちょこ行かせていただいてるので、今回ねちょうど大体滋賀県からだと北西方面になるんで、まあ、そこにもいいかなと、そこでもいいかなと思ってたんですけども、まあ、いろいろこう宿とか見てたら、城崎のあたりにもあの北西ギリギリこう行けるかなと、北西方面かなっていうことで、城崎にじゃあ今度してみようかということで、城崎温泉っていうのが有名ですけども、僕自身はあの城崎温泉っていうのは実は行ったことがないんですね。だからまあ一度、リフレッシュしにいいかなということで、今回城崎っていうところに、明日からねちょっと行ってくるんですけど、まあ本当にあのそういう意味では
聞かせていただいてるっていうことでありがたいなと思うんですよね。それもひとえにお客様のおかげでもあり、そしてスタッフのおかげでもあり、店で、こう見てもらえるというか、店に出てもらえるお客あのスタッフがいるからでありっていうことでね、本当に感謝しかないなと思うんですけれども、まあその、135度の割り出しの旅の一環として、今回城崎っていうところに行ってきます。またご報告できればなと思うんですけど、もうそこの、大地をですねしっかりこう味わってエネルギーを感じて、そしてその土地の、まあ、できればやっぱ温泉に入って、そしてその土地の、神社ですよね、神社をに参るっていうのがもう僕自身のその135度を巡る時のパターンですよね。そのことを意識しています。そして自分が、その周りの人たちの、ために、精一杯やる、そのために自分の肉体をいい状態にして自分の流れをいい状態にしていこうというその、気持ちで2011年からしています。で、多分これは僕自身はもうずっと続けていくと思います。これからまあ子供、娘がね今、高1ですから、長女は高1ですから、まあ、どうなっていくか、まあ、家族4人で行けるかどうかはわからないですけれども、まあ、でも少なくともね、1人でか、まあ、妻と一緒に行っての国では なってくると思うんですよね。1人で行くというよりはやっぱり一緒に家族で行きたいなっていうのも自信はあるので、だからまあこれから、定期的にその場には見てもらってね行こうと思っています。で、千賀さんにまあメールしたらすぐ見ていただけるので、まあ、当然その有料ではあるんですけれども、でもそれ以上の価値が僕はあるなと思ってね、すごくやっぱり自分の人生の流れが整うっていうのがあるので、まあ、そこに行くことによって、まあ、これで自分の流れが良くなるっていうまた自信にもなるんですよね。なので、まあ、本当にそういう場所に行かせていただけることの感謝と、そして、そのように自分の、流れ、人生のその流れっていうのがどんどんスムーズになっていくことに対してもやっぱり感謝して、自分が、本当に貢献できることに対して貢献していこうという意識で、いますので、まあ、それをね